今日はムニオ初のスキーに行きます。なんだよ君は。さあムニちゃん、ほらママ見て、ママソリ、これ結構スピード出そうじゃない？うわー、近い近い近い。みんな着替えました。雪行く？結構シャレになんないレベルで吹雪いてます。遅れ30分だって。はそのため軽井沢駅にて7時運転を減らしております。マジでどんだけ待たせんだよ。ムニちゃん大丈夫？寒いな。ムニオが押してた。モーニモーニモーニオ。白鷹7時52分発の新幹線に乗って出発します。今日はムニオ初のスキーに行きます。ムニちゃんスキーだよ。雪雪行く。新幹線に乗って雪で遊べんだよこれから。軽井沢です目的地。はい、じゃあ軽井沢まで向かいたいと思います。はい、軽井沢駅到着しました。到着しました。ホテルのシャトルバスに乗りました。ムニちゃんこれからねスキー場行くよ。雪あるよ。朝早かったから眠たいんだよ。そうだよね、5時半起きだからね今日ね。ちなみに今日の気温は最高気温6度。あ、6度。最低気温何度でしょう？最低気温2度とか。マイナス6度です。いやいやいや。3月だけどこんな寒いんだね。マイナスいく。夜中はもうほんと極寒です。大丈夫出ない。明日の朝方雪降るんだって。あ、そうなんだ。うん、3月だけどね全然雪あるんだな。だからすごいね。さあムニちゃんはスキー場に行ってどんな反応するでしょうか。よし、じゃあムニちゃん今からスキー場向かうからね。よし、じゃあウィンちゃん行こう。モーニモーニモーニオ。ホテルチェックインしたからムニちゃんのウェアを選ぼう。ほらここムニオコーナーだよ。80、90だとイモムシくんだね。でも君は100か110です。はい、選んでください。お好きなやつ。うわかわいい。お、シックだね。あ、それがいいの。こっちがいい。はい、じゃあムニオのウェアはそれね。はい、じゃあムニちゃんのウェアそれです。かわいいね。すごいね。帽子もかぶって偉いね。はい、みんな着替えました。鏡越しですけどピースして。今日泊まるホテルはこちらです。プレジデントリゾート軽井沢です。よし、じゃあスキー場行こう。ここから多分歩いてすぐだと思う。ムニちゃんゲレンデ着いたよ。なんかあっちにね子供用の公園みたいなとこあるね。そこでちょっとソリとかして遊ぼう。そうだね。そんなこの世の終わりみたいな顔しないで。ベビーカー乗りたいんだって。ダメだ、意味ない。どういうこと。ベビーカー乗りたいな。ほらプレジパークだって。お邪魔します。ほらムニちゃん淡路島で芝スライダーやったじゃん。あれの雪バージョンで。じゃあ大丈夫でしょ。よしやろう。怖くないよ、一回やれば楽しいんだから。ほらこれ乗るんだよ。うわすごいよ。こんなのな、どんだけ怖がりなんだよ君は。ママ後でね。バイ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 。僕頑張るよって。すいてんなこれ。うん、車だな。みーちゃん雪を見てくれな。ママどれ。ママいるよ。あ、ママいるね。君を初めてのソリ。いくよ、出発。出発。いやー、出発進行。うわー、みーちゃんほらママ見て、ママ線路ちゃうけどな。はい、到着です。大丈夫そうだね。楽しい。あ、楽しいんだ。完全に笑ってるわ。あ、よかった。こういう感じでちょっとずつ慣れてくると思うから。はい、じゃあ次はママと一緒にソリですね。よーし、ムニちゃん今度はママとだ。いってらっしゃい。あ、行った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 。あれなんかコースアウトしてる、コースアウトしてる、めっちゃコースアウトしてるよ。大丈夫。ママがちょっと下手だったな。楽しいみたい。楽しいか、慣れてきたか。ごめんね、ちょっと操縦間違っちゃって。めっちゃコースアウトしてたよな。壁に突っ込むとこだった。みんちゃんだいぶ慣れてきたね。もう何回目。もう10回ぐらい行ったんじゃないかな。一応スキーのリフトもな買ってるけどな、使わないかもしんないな。到着です。あれ、もう歩くこと諦めたみたい。雪の国の子なの。こうやっていつもね運搬してるの。ほら見てムニちゃん、乗り物あるよ。あ、すごい、これ楽しそうじゃない。これ乗ろう。ムニちゃん浮き輪乗って。浮き輪。おー、すごい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 。おー、早いね。すごいね。楽しい。あー楽しい、楽しい。おー、すごい。うわ嬉しい嬉しい。おー、はい、おしまいです。降りてください。ムニちゃんブランコあるよ。大きいやつだから3人で乗れるよ。どうしたん、その渋い顔して。ほらブランコで。ブランコ楽しい。楽しい人。あ、楽しいんや。今めっちゃ不安だったわ俺今。楽しい。あ、楽しかった。いけーい。じゃあ次ソリやろっか。よし、ムニちゃん今からソリ乗ってお昼ご飯食べに行きます。お昼ご飯食べに行こう。はい、行ってらっしゃい。スタート。行ってらっしゃい。あ、行った。
行った行った行った。モーニモーニモーニを。はい、ご飯食べますよ。スキー場プライスなの。もうやだ、起きて。何してんの君さっきから。アピール。何なんでなんで笑ってるけど。かまってほしいんで。ムニちゃん何食べるか選んで。じゃあご飯食べますよ。ムニオはなんと大肉まん。で多分ムニちゃんねパパのうどん食べたいって言うと思ったから小分けにしましたよ。はい食べようね。なんとムニオくんはここで遊ぶと言い始めました。なんで君はわざわざここで遊ぶんだよ。なんだろう。まあここでしばらく休憩したらいいよ。もうここでいっぱい遊びな。ムニオ、お友達が作ってるやつになんで参加すんの。ムニちゃん絶対邪魔。壊したら嫌われるよ。うん、本当は一緒に遊びたいけどね、なかなか行けないんで。たまにどさくさに紛れてね、友達のおもちゃで遊ぶんだけど、ちょっと気まずくなって近くで一人で遊ぶっていう。一緒に遊ぼうっていう勇気がないんだよな。ちなみに君は今ねスキーリゾートに来ている。こんなの動画に残したらジージがこれ買うって言い出すからやめてくれ。モーニモーニモーニオ。ムニオくんはずっとあそこで遊んでいるので、ムニママもねちょっと休憩したいっていうところだったので、一人でせっかくなんでリフトに今乗っております。なんかキッズパークみたいなね遊具のところ見つけたらもうあそこでずっと遊びたいってなっちゃったんでね、まあまあまあだんだん慣れるでしょ。そんな感じなんで束の間の休息というか一人で滑っていきたいと思います。ファミリーコース初心者向け。確かに緩やか。それにしてもね今日はね奇跡的にめっちゃ空いてます。本当に人がいない。あっちの方は結構急だな。あれどうやって行くんだろう。ちょっとせっかくなんで上級者コースに向かっております。実は僕スキー2級の資格持ってるんですよ。結構前ですけどね取ったの。そうでもね全然スキーなんか行かないし、病気とかしちゃってねそれどころじゃなかったっていうのもあるんでね。まあでもね久々に滑ると楽しいですね。やっぱり早くムニオにもね教えてあげて滑れるようになってほしいですね。はい、ここが上級者コースです。ちょっとカメラ越しだと分かりづらいかもしれないですけど思ったより急でした。コースが狭くて雪が硬いから結構ハンドリング効かないっていうね。ゆっくり滑っていきたいと思います。モーニモーニモーニオ。僕らは今軽井沢のスノーリゾートに来ております。コーヒー吹きそうだ。ムニオはここで落ち着きました。ムニちゃんじゃあソリ行こうよ。ソリ行かない。さっきあんな楽しそうだったのに。はい、このように家でもできる遊びをわざわざ軽井沢でやっております。ムニちゃんソリ行く。雪行かない。すいません。ここで遊び始めてから2時間が経ちました。君はどうなってるんだ。ここ軽井沢のスキーリゾートです。なんでここで3時間くらい遊んでんの。モーニモーニモーニオ。はい、1日目スキー場で遊び終わりました。楽しかったね。今からホテル入りますよ。お部屋の中。はい、今日のお部屋こちらです。和洋室こんな感じのお部屋ですね。寝ちゃったね。ビビキ会で寝てるね。いっぱい遊んだもんな。もっと遊びたいもっと遊びたいって言ってたけど、まあ案の定ねホテル着いたらこうなりますよね。明日もいっぱい遊んでね。ムニオのいびき ASMR。 この口。はい、じゃあ夜ご飯の時間までホテルでゆっくりしたいと思います。コーヒー美味しいですか。これ入れてくれてありがとう。めちゃくちゃ美味しい。よかったね。コーヒーのモデルできるんじゃ。コーヒーのメーカー様もし興味があればムニママまでお問い合わせください。来るわけねえだろ。あとさ、お腹空いてきたから梅干し食べていい。何梅干しって。このね。あ、これ。うん、種なし梅干し置いてあったの。俺梅干し大好きだよ。うん、うん、食べていい。え、2つあるじゃん。でも1個食べちゃった。え、それ俺のでしょ。でもお腹空いてるから食べさせていただきます。食べさせていただきたいって。え、そんなのあるんだ。いいな。俺梅干し大好きなの知ってるよね。知ってる。ただ食べさせていただきたいって今交渉している。半分こする。あ、うまそう。うわっ。切ったの今。なんだ今残像見えたぞ。ちょっとね今のうちに温泉とか入ってこようかな。ああ、そうだね。私はねパパが入れてくれた美味しいコーヒーを飲みながら雪を見る。雪山の女だな。雪山の女って言うとあのもう昔 M1 でチュートリアルが優勝した時のネタを思い出した。なんだっけ、雪吊りの女だっけ。雪吊りの女。雪吊りの女のネタよ。なんでなんで知りたいんだったんだ。そんなの。雪吊りの女はまたちょっと違う。どこ探してもチリンチリンがないんやね。バナチリチリ知りませんかってね。いや、めっちゃ徳井さん好き。面白いよな。 YouTube やってほしいよ。徳井さんやってるよ。え、キャンプか。そう、だからお笑いじゃないんだよ。キャンプ
っちゃうそっち行っちゃったんだよ、だから違うんや。でもキャンプの YouTube も人気なんや、なぜか。イケメンだから元が。見てるだけでね、ちょっと心が落ち着くよね。徳井さんみたいな整った顔だとね、ほんとに。はい、じゃあゆっくりしてください。もーにもーにもーにを、今から美味しいバイキングが待ってるって。じゃあ行く人。うわ見て、ミニちゃんフルーツあるよ、ケーキもある。あ待って、見て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 、わらび餅、草団子、アイスもある。アイスあるよ、後でアイスも食べようよ。食べる。はい、ムニママの大好きなコーヒーもあります。雪が見えるここのお席にしましょう。はい、いっぱい取ってきました。ありがとう。このグリーンピース全部食べられた。あなんかね、体に良さそうだから持ってきた。ありがとう。あのね、グリーンピースめっちゃ好きなの。うわ、めっちゃ持ってる。いっぱい食べな。じゃあいただきます。いただきます。ミニちゃん美味しいのいっぱい食べてるね。美味しい人こんなにいっぱいありますんで。ローストビーフめっちゃいいよね。上州牛のローストビーフだって。なんかそこで切ってくれるんで。ポールしに行くよ、これ。ね、君たちモリモリ食べて。ムニちゃんいっぱい食べて偉いね。すっごい食べてる。まあ、今日は俺チートデイでいいか。いいわ、いいと思う。美味しい、ね、普通に。今日はなんとこれを頼みました。いただきます。やっちまいましたな。ムニちゃん乾杯。乾杯。乾杯。いただきます。美味しい？ああ、キンに冷えてやがる。ああ、美味しい。おいしいな。うまっ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 。うまい。よかったな。うまい、いただきました。もーにもーにもーにを。ミニちゃん何してんの？あ、ダメだよ、ゆっちゃん。今してるから。あ、うん。今してんの？今してないって。今頑張ってる。ミニちゃんうんちしてんの？あ、してない。雪で黄昏れてるだけだよね。いるね。あくまでも雪で黄昏れてる。自分なりのエチケットなんだろうな、みんなから離れてするって。こっから降りてったもん自分で。食べ終わったからね、ちょうどいいね、ご飯食べて。あ、そうだ ね。最後のデザートね。アイスラよ。はい。もーにもーにもーにを。歯磨きして偉いね、ムニちゃん。早く寝て、明日早起きしていっぱい遊ぼう。みんなにおやすみーは。ダミー。うわやば。はい、おやすみなさい。もーにもーにもーにを。もーにをともにパパは寝てます。おはようございます。もーにを。終わったかと思った。おはようございます。おはようございます。伸びてる伸びてる。外めっちゃ雪やん。ちょっとやばいよ。私これぐらいの方が好き。寒い冬やん。いや結構降ってんな。これはパウダースノーが楽しめそうだけど、ムニは大丈夫かな。あ、また寝た。ムニは雪すごいよ。雪起きたくないな。じゃあ起きてさ、ご飯食べに行こう。はい、行きましょう。起きた。ご飯で起きた。いいね、ムニちゃん。軽井沢の牛乳と軽井沢のヨーグルトだって。雪を見ながら白いものを食べてますね。雪。朝ごはんいっぱい食べて、雪で遊ぼう。ソリでーす。あー、ソリでスーンって滑りたい。いっぱい食べてね。みんな食べてる。みんな食べてるね。そうだね。たくさん食べてね。これから遊ぶ。うわー。今からここで遊ぶんで、雪で。だからいっぱい食べないと。今ホテルのバルコニーから撮ってますけど、めっちゃ吹雪いてます。あー、すっごい雪だね。ムニちゃん、雪行く？雪かな。え、さっきと言ってること。ねえねえ、ソリしよう。ソリしない。え、なんで？水色のソリで一緒に滑ろう。ただ、ママ一人で滑るよ。みんな滑っていいよ。滑っていい。なんだったら昨日の夜ずっと雪で遊びたいって言ってたのに。違うな。あ、分かって、雪だるま作ろう。あ、雪だるま作ろう。とりあえずチェックアウトします。はい、君たちチェックアウトしてるよ。もーにもーにもーにを。起きた。大福、大福くん。あ、いた。いった。なんでそんなことすんの。はい、めいちゃん外だよ。ほら、昨日と全然違うよ。ほら、パウダースノー。ほら見て、雪で遊んでる子供いるよ。あれが本来あるべき姿。降りない。よいどん。ムニちゃんどうしたの。固まってる。ダメだ。ホテルにいるときはさ、雪で遊ぶっていうのにさ、外出た瞬間雪怖いってなんの。謎だ。で、本気で泣いてるもん。とりあえず先が思いやられますが、ゲレンデに向かいます。はーい。来た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 。楽しいか。よし、復活したな。お前7回も行ってんだけど。よし、メニちゃん、リフトですよ。滑れた。出た。パパと滑る人。雪楽しい人。
下ちょっと付きやおむにちゃん、ママが浮き輪で滑るんだって。これでママ滑ってくれピューンって。これ怖くなかったらむにを一人で多分行けると思う。そうだね。なんかよくわかんないんだけど、こうやってこういうコースね。むにおが押してた。行っちゃったママ大丈夫かな。じゃあ行くよパパたちは。よーいスタート。うえーすごい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 。楽しい。止まりました。完全に慣れたな。楽しい。雪国の子になった。あ、またまた一回落としてるベルトコンベアの方。ああ行った行った行った。お届け物です。届け物。お届け物です。ああごめんごめんごめん。大丈夫ごめんね。いや2日目はめっちゃ雪降ってます。今日はめっちゃ雪降ってますよ本当に。来年はなムニちゃんもスキーできたらいいな。なんか友達の家族とかとね一緒に行くのも面白いなっていう風に思うけど、ムニちゃんは今日もキッズスペースで遊んでます。今日も結局この子はキッズスペースで遊んでます。何してんの。なんでみんなで仲良く遊ぶんでしょ。おもちゃ取られたからって泣かないの。転がんないよ。貸してっていうの。みんなで仲良く遊ぼうね。優しさ。お兄ちゃん雪だるま。雪だるまダメ。これすごいよソリ。これ結構スピード出そうじゃない。お兄ちゃん行くよ。お兄ちゃんすごい。行った行った行った。遅い遅い。思ったより遅い。よっしゃ最後の方結構スピード出たね。楽しくなってきた。よっしゃあっちか。よしじゃあみんなで一緒にソリしよう。スタート。おすごいすごいすごい。大丈夫？よーし楽しいね。めっちゃ吹雪いてる。やばい。じゃあ最後滑って休憩しよっか。もうすごいからね吹雪。もーにもーにもーにを。むにちゃんそろそろ帰りのシャトルバスの時間だ。よし行こう。吹雪やば。これ帰れるか。結構シャレになんないレベルで吹雪いてます。うわ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 。今から軽井沢駅に行って新幹線乗るよ。軽井沢駅前着きました。ほらムニちゃんの美味しい美味しいオムライスとスープ。なんとアウトレットもあるんでそこにフードコートがあったんでちょっとランチして食べて新幹線乗って帰るよ。はいムニちゃん食べてください。美味しい。お腹空いたでしょ。ご飯食べないでずっと遊んでたんだから。うんめっちゃ美味しい。よかったね君たち。いっぱい食べてくれ。美味しい。ごちそうさまでしたわ。はいありがとう。ほらムニちゃん新幹線乗るよ。ああこれじゃない。ほら朝間乗れるよ朝間。どうした。遅れ30分だって。は16時13分発。おかしいぞ。俺たちが乗るの16時13分発じゃないぞ。そもそも俺たちが乗るの16時56分だよ。あ遅れ30分って出てる。でも16時13分発が遅れ30分ってことは俺たちの新幹線はさらにその30分後だから1時間遅れてるってこと。どうしよう。ムニちゃんめっちゃ遅れてる新幹線。これやばいわ。みんな待ってるわ。最後の最後でこういうことになるんですよ僕らの旅行っていつも。ムニちゃん帰れなかったらどうしよう。新幹線来たよ。ほら朝間来た。朝間やった。めっちゃ遅れてきた朝間です。僕らが乗る予定の新幹線じゃないですけど指定席のチケットを買ってるんでもう自由席に乗ります。そのため軽井沢駅にて一時運転を見合わせております。何と遅れまして大変申し訳ございません。この列車は16時13分発予定でした。朝間624号東京行きです。一歩前の電車に乗ったけどここでさらに待つ。でもあったかいとこで待てるからいい。そうだよね。何時になったら着くんでしょう。さっき30分遅れってなってたけどさいつの間にか50分遅れになってたからね、うん。輝き534号。え運休。まさかのさっき乗った電車運休です。急遽もう一本後の電車に乗るっていうことになってめっちゃ並んでます。今気温見たらマイナス2度です。みーちゃんごめんな。もうちょっと待ってね。かわいそうにな。さっき乗ってた電車痛い痛いってなっちゃったんだって。朝間ね病院行くんだって。かわいそうね。よしよしって。よしよしよし。優しいね君。もうちょっと待とうね。差が飛ばされたからその習得作業に入ってるって思いましてどんだけ待たせんで。子供がいっぱいいるからさ大人は我慢するとしてもね子供が寒くてかわいそうだよな。子供結構いるもんな。痛い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 。やめて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 。寒いな。カイロ持ってきた気がする。ああ、アカシで買ったやつ。ムニママとムニオで使ってくれ。何か2個しかない。ムニちゃんかわいそうにな。寒いか寒いか。あ寒いな。そうだな。もうすごいことになってるな。なんか来たっぽいぞ。来た
なんか北っぽい音が鳴ったぞ。そんな演出いいから、はい、押せって感じ。そう、やっと来た。あ、もうすでに座ってるわ。これ帰り立ちだ、完全に。この後も新幹線が続いております。確かに余裕のあるお客様が通りますが、この後続いてまいります。新幹線のご利用も。余裕あるか。こちら2時間待っとる。軽井沢駅のこの吹雪の中、2時間待つってやべえぞ。これさ、ベビーカーの赤ちゃんとか大変やな。本当だ、赤ちゃん結構いるからな。こんなんだからね。じゃあ新幹線じゃないみたいだね。何これ何だろうなこれな。ケーキ。ケーキ食べたい？絶対じゃん。パパケーキ買ってたんだよ。ファインプレーで。ケーキあれよ、できたな。そう、パパが買ってくれてたの。さっきのレストランで買ったよ。ありがとう。やっと出発だって。なんだかんだ乗ってからも15分くらい待たされたけど。はい、こっから1時間15分くらいです。立ったまま東京に帰ります。はい、東京駅に着きましたけど、普通の電車もめっちゃダイヤが乱れてます。なんかこっから乗ったことないわけわかんない電車乗り継いで帰んなきゃいけないんだけど、とりあえずもう家に着けば何でもいいんで、とりあえずこれに乗りましょう。もうにもうにもうによ。兄ちゃんただいま。ただいま。やっと落ち着いたね。電車乗った。いっぱい乗ったな。輝き乗った。そうだな、輝き乗った実績がついたな。なんだかんだで予定より3時間くらい到着が遅れました。でも無事にお家に着いてよかったね。マイナス2度の軽井沢駅で2時間以上待たされて極寒だった。じゃあ風邪ひいたらダメだから、今からあったかいお風呂溜めるから、お風呂入って寝よう。はい、じゃあ本日の動画は以上になります。来たよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。みんちゃんバイバイは。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。むに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 を。むにゅくーん。むにゅくーん。むにゅくーん。むにゅく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 ん。